はい、どうぞ。時刻は深夜0時30分を回りました。思わず、あ、待って押してください。本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、押します。まず1呼吸、はい、どうぞ。時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる ひどいですよ、これは。もうそのまま行くってこと。皆様こんばんは。こんばんは。さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、はい、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております、はい、私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史です。そして私が星空エンターテイナーのナナエと申します。そして何より、はい、ついに来ましたハーキュリスのマナです。さあ空見るラジオ、お聞きくださる皆様と一緒に思わず星が見たくなるようなラジオを目指しております、はい、っていう前にさ、ね、これだから 4テイク目ぐらいなんだよ頭の部分で。いやー、びっくりびっくり。でまずマナちゃんが、ね、あの録音ボタンを押し忘れるというね、本当にね、まあ、4月だから許されるミスが、ね、初歩的ですね、初歩的で、はい、その後、はい、これはそのまんま収録をしてるけど、はい、爆音でBGM を一回流しちゃうっていうね。あ、そうだったのね。そう。あ、そうそう。あ、そうか。聞こえてなかった。もうフォローもね、自分ですると、はい、いつもとスタジオ違うんだよね、今日ね。そうそう。あ、そうですね。ちょっといつもとは環境が変わりまして。ね、全然違うから。はい、でも、まなちゃんはあの興奮してるんですよ、今日。興奮した。あ、そう。そうなんですよ。ね、めちゃくちゃ。何に興奮してる？まなちゃんだけじゃなくてね、これ、はい、私も興奮しております。はい、そうなんです。うん、気になる？いや気にして気になるって言った方がいいとこだよね、うん、3回目だけど同じね、そうそう、あの会話を3回目だけど気にして。3回目も何があったんですか、うん、私から言いますよ、マナさん。はい、お願いします。本日より、はい、サンリオキャラクター大賞2024ついに開催来ました。イエーイ、イエーイ。さあ本日より長い長い戦いがね、ついに今年も始まりました。そういうことですも何も、はい、そういうことなんですよ、はいね、もう決まってしまいました。もうこの戦いが、いや 決まってったのは前から そうそうそう。で今回は総勢90キャラが、おそう、90キャラよ、ね、毎年たくさん出てくるけど今年90キャラ、熾烈な、もう本当にもう入っちゃうくらい熾烈な争いを繰り広げていきます、うん、約1ヶ月半間。あ、そんな長いんだ。長いよ。だって今日、はい、ね、だ今日ね、あ、収録と放送日一緒か。あ、そうですね。あ、そうだ。の夜なんで。あ、じゃあ今日4月11日の11時から始まりました。はい、始まっております。ね、我々サンリオっ子のところにはメール来てたもんね。はい、来てました。開幕しましたと。そっから4.11から5月26、5.26まで長い戦い。一月。はい、長いですね。超えるね。うん。うん、長い、でもちょっと待って、うん、俺も言ってたけど長いとか言わないで、もうほんとこれ短いから、長いようで、短い、そう、もう一瞬だよこれは。もうだから一瞬の間に何秒入れれるかっていうね、はい、そういう勝負ですから。で入れれるか、ね、去年も、はい、波乱がありました、はい、あったんですよ実は、実は1位ね、今日順位1位から言っちゃう。1位シナモロール、あーで2位がポムポムプリン、あ、うん、ね、通称ポムピー、ね、ポムピー、ポムピー、そうだよ、ポムピー、ピー笑ってで3位が黒みでございました。あ、強かったですね。そうでここね、まあ波乱じゃないんだけど、うん、本来黒みちゃんが出てくる物語の主役といえば、はい、これマイメロディーですね。6位だったんだから。そうですね。で我々ね、私とマナちゃん、はい、結果をね YouTube で当日でリアルタイムで見守っておりました。見てた、そういえば、ね、すると10位から言っててね、我々が推していたキキララ様が、うん、まあね、8位だったか9位だったかに出ちゃって、はい、ね、で6位マイメロってなった時にざわってちょっとしたよね、会場ね、で、そう、えってなって、でマイメロがカメラに向かって、まあ、いろんなキャラがありがとうって手振るんだけど、手振るまでにちょっとした間が空いたっていうね。一瞬で空いた、まあ、プロだからね、向こうも彼女もねプロですから。でその後、うん、マイメロ手振ってありがとうみたいなポーズした後に、はい、3位クロミってなったら、クロミの後ろからスーってマイメロがフレームインしてきて、
クロミちゃんの手握ってで、はい、出どころ分かってんだよ。だからあの前メロは計算高いですね。お前はあくまで、影で私が光だということをもう一回ね、マウントをそこでしっかり前メロが取ったということがあの起きてたですね。だからまあそういう意味でもうガチンコでね、やってるんですよあれは、うん、いろんなドラマがねありますよ、あそこの短い間にね、ちょっとだけ思い出してきたんですけど、はい、なんか10位ぐらいまでがステージに出てくるやつですよね。そう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 、可愛くなんかあの、ね、あね、そうそうそう、手つないでこうやってね、なんか踊ってるやつ、揺れてるやつか。え、でもあれってあらかじめ10キャラが呼ばれてちょっとあの七重さん、あの、ね、何が言いたいんですか本当にね、マナちゃん、まあ本当にね、あの当日あの場でね、もう残酷ですけど分かるんですね。そうです、あの場で分かるんだ、あの場で分かるんだ、うんうん、まあ、安心しました、キキララがいて。そう、キキララがいて、だからそういうことを言うてあれでも厳正な投票の上そうそう、本当ですよ、本当にね、こうやってね言ってくる人いるのよ。私も小さい頃からプロレスが好きでしたけど、プロレスもねこうやってあれってもう決まってるんでしょとかね言ってくる人がいたんですよ、うん、ね、まなちゃんこれは、うんうんうん、そうそうです、プロレスみたいなもんなんです。いやいや、プロレスもそうじゃないからあ、プロ、あ、違う、ぐちゃぐちゃになってる、うん、で、はい、あ、ちょっとこの質問するかどうか迷ってるんですけどはいはいはい、なんだろう、私は誰に投票をするんですか、お二人は。ね、悩む、悩む、ちょっと悩んでる、正直我々は、はい、え、うん、悩んで推し編、いや推し編去年キキララあんまり推してたよね、推してました、ね、あれふなんか順位上げるんだ、いや上げる、お客様にもウェハース配って、はい、そう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 、ね、あの実費で買ってウェハース渡して投票してくれっていうね、本当に気持ち悪い推し活をやりました、はい、でも今年はそれに関してはね、まなちゃんね、うん、そうなんです、ちょっとね、うん、事情が、そう、あるんだ、そう、まずこれね、裏事情なんだけど、今年39周年なんだって、このキャラクター大賞、結構経つんですね、長いでしょ、だ、AKB より古いんだね、これびっくりした、 AKB、 AKB があってのサンリオかなと思ったら、はいはいはい、でそこでいくとね、もう一つ実は都市伝説めいて語られてることがあって、はいはいはい、ね、今年の1位はもう決まってるんだって、はい、やる前から、それ決まってるの、なんだったらもう何年も前からこれはもう分かってることなんだって、今年だけ決まってるん、そうそう、今年っていうか周期的に、でこれね、何かっていうと、あの、まあ、実はこれ言うのもはばかられるんですけれども、キティちゃん、まあ、キティパイセンね、はいはいはい、キティパイセンの50周年なのよ、はい、今年、そう、50歳なの、キティちゃん、キティさんは、で、10周年の単位の記念の年には1位がもうキティちゃんに決まってるのよ、そうだったんだ、そういうことが今まであの歴史上ね、でもさっき言ったけど投票は、また言ってる、これだから決まってるって、別にサンリオ側がね、うん、決めてるんじゃなくて、うん、あ、お客さんが空気を読んでるんだ、空気を読んでるやん、まずそういうこと、動くのよ組織票が、あ、で世界中に眠ってる票が全て、眠ってるよ、そう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 、国連みたいにして、いやね、まなちゃんこれ動くんだよね、はい、そうなんです、もう投票してない人が投票しまくるんですよね、きっとキティちゃんにね、そう、キティちゃんだから、昨日今日ね、私みたいにサンリオって言い始めたこんなピヨピヨはね、わ、はい、からないそう、去年からそれで推しの推し活したいっていうとこからね、はいはい、あのキキララじゃあ押せよっていうことでキキララを押してる、まあ、これ自体がプロレスじゃねえかって言われたら、いやいや、心から私はね、あの好きですけど、で裏事情があるのよ、はいはいはい、本当にこんなね、私たちには分からないような、え、なんか、うん、これこう都市伝説、そう、都市伝説、前の話にしようとしてるけど、お祝いでしょ、そうですね、一応50周年ですね、すごいですよね、でもそれはそうなんだけど、でもそれでいくと、なぜ我々が悩んでるかっていうと、うん、私もまなちゃんもね、これ一石をね投じる覚悟だよね、いや、うん、はい、そうです、うん、そうです、マシーさんが言うなら、いや、本当、これどういうこと、そう、ってことはキキララじゃない
って感じですか。うん、ちょっとねそれはね去年はあんだけ押してほしいの番組でキキララならわかるんだけど、うん、違うキキララじゃないキャラだった番組で今後、ね、できないかな、ね、ちょっと一回曲に逃げようかな分が悪いの、そうそうだ、ね、そうは言いながらも私もねキティさんの50周年を記念しまして、はい、メゾンでね、あから曲出てるキティちゃんの、うんうん、ポップコーンキティちゃんのあるでしょ、あれをね、そう三重でね使ってるあのそういうのあのアレンジした曲です。曲に参ります。ハローキティ、なるみや原口さすけさんでポップコーン、名前そのままなんですか、ハローキティポップコーン、これそっか、はい、後から曲挿入するんだったらもう、はい、時間あれで変なになっちゃうか、何分まである、あ一応今流してるので、あこれでいく、うんうん、これでいきましょうね、流しながらいきましょうね、で今多分10分ぐらい経ったのでちょうど、うん、残り20、そうそうそう15分ぐらい、うんうんうん、じゃ降りましょうかね、そろそろ、あもうちょっとだ、もうちょっと、喋んないねまだね、あ喋るんですねこれ、ふふふって言って喋らないの、2番いっちゃうね、上がりましょうか、ね、はい、さあ、はい、今日はキティちゃんが50歳という報告をしております、あまりやめてあげて、あの女の子だからキティちゃん50歳とかっていうふうに大々的にねいやいやいや50歳がそんなね、まあ、そうかとは言ってないですよ、そうだよね、なんか世間の流れにね、うん、俺も今毒されてて、人間じゃないですもん、いや人間だってね違うでしょ、言いたいことは人間だって50は素敵だよってことでしょ、ね、すごいその分ね長くねあの息吸ってるわけだから、物を食べてるわけだから、えそういうことじゃない、いやちょっと言わないでください、そういうことは、で、ね、食べるといえばポップコーンですけれども、はい、はい、ポップコーン、みんな必ず聞いたことがあるよね、あのキティちゃんのねポップコーン、ハローキティこんにちはっていうやつ、ハローハローキティキティこんにちはってポップコーンだよみたいなことあるでしょ、そういうこと言って、さっきメインプレイスとか言ってたじゃん自分も、いやその部分は知らない、え違う、この部分しか流れてないから、ハローキティこんにちはだよ、そうなんだ、ハローハローキティキティこんにちはだよ、ちょっと後で皆さんね、あのポップコーンもう一回聞いてください、あのハローキティなるみやさんのポップコーン聞くとちゃんとそこの部分が後に使われてるパートがあるので、本当にねこれ、そして七重さんがねさっき曲の間に小声で星の番組なんですけど分かってますかっていう、ね、小声ですよ、そうですよ、そうですね、キティちゃんの話で終わりました、そうなんですよ、でも気になるでしょ我々が、誰にするのかっていうの、あ忘れてた、一応聞きますよ誰ですかあのね、はい、そう私がまず去年ここの番組でね、うん、キャラクター大賞っていうのを、うん、あの触れさせてもらった時に、うん、キキララに投票してたのは、うん、これね、はい、あの明確な理由があったの、うんうん、ね、可愛いからだったんじゃないんですね、あ可愛いからじゃないんだよ、これね、なぜかというと、はい、最強だから、あ最強、最も強いと思った、はいはい、キャラの中で、なんかイベントでも言ってたよね、そんなこと、はい、そうこれね、あのちゃんと説明したあのお客様にも、あのまず生き物の大前提として強さっていうのは、はい、肉体の強さもしくは、うん、あの武のね、あの武道の武の強さっていうのはこれ何に依存をすると思いますかお二人、まあ、武器使わなかった場合ね、ピストルとか出してきたらダメよ、武器使わない、これね、これは、うん、はい、ですか、体の大きさなんですよ、あ過去、あの佐竹正明って知ってる、知るわけ、多分あれですよね、プロレスですよね、 K-1 の、そう、 K-1 の怪獣って言われてた佐竹正明、日本で最も、はい、
とも武蔵とか、あの正人とかが出る大先輩がいたのよ、はい、佐竹正明、アンディ・フグと同世代ぐらいに活躍して、佐竹正明が、あの K-1 から、あの総合格闘技に行くってなった時に、はいはい、K-1 ってどんなもんじゃいと思って、俺は総合好きだったから見てたよ、はい、そしたら1回目の試合、ほとんどあのなんて言うんだろう、いいところも出ずに負けちゃったのよ、はい、で2試合目出るって決まってから、2試合目大活躍して勝つんだけど、はい、佐竹の体が 1.5 倍ぐらい太って出てきたの、だからでかい人は強いんだっていうのを、俺はラグビーもやってたから、とにかく体を大きくしろっていうのもあって、それをねまざまざと見せつけてくれたのが佐竹正明でした、そこから行くと、そこから行くと、そこから行くとキキララのサイズ感、まずハローキティってリンゴ5つ分の背で、リンゴ3つ分の重さなんだよ、超弱いから、キティパイセン弱くはない、リンゴ3つ分なんてぶん投げられるでしょ、そこ行くとキキララサイズ言いますよ、はいはい、2人合わせてっていう前置きのもとね、2人合わせて月と同じぐらいの大きさ、人間乗れちゃいますね、乗れるどころじゃない、ね、近づけないよ、あ確かに近づけないよ、でね、だから一人が基本的に、もうこれあの数字言ってもしょうがないんで、3450キロぐらい身長があるわけですよ、でね、一人当たりにしたらもう半分でしょ、だから1700いくつあるわけよ、だからキキがゴローンってね横になったとしたら、日本から沖縄からなったとしたら、あの頭はシンガポールまで行くからね、これに勝てるのはゴジラとかも絶対勝てないから、確かに、あ そ, うだ、ね、そういう意味で俺は最強ですねっていう意味でキキララに投票してました、へ知らなかった、はい、さあそういうことこれでただ今年我々が誰に投票するかっていうと、はい、ね、あもう決まっ揺れてんで、さっきマナちゃんとねもうケンケンガクガクしてきたんだけど、あの我々大好きなキャラができちゃったので、もうこの愛させる追えないキャラができちゃって、うんね、マナちゃんの口からそうですね、あんま言いたくないけど、ここはゆっくり言いたいと思います、うん、コギミュンです言えたね、言えたね、さっきも、さっきもコミギュン、コミギュンって言ってLINE でもコミギュンって言ってた、打ち間違いのね、コギミュン、コミギュン、こうってやったら コミギュンって出てきちゃう小麦の要塞コギミュンが我々も大好きになってしまった、うん、なんで好きになったんですか、なんででしたっけ、だから年関係あるよね、きっと一切ないし、なんだったら小麦の妖精だからめっちゃちっちゃいしね、あ確かに確かに、ミクロメートルぐらいのサイズだし、ね、あのシンプルにね、まなちゃんこれ可愛いんだよね、いやあの、うん、もうマシーさんが持ってきた曲を流した時に私はもうハート打ちながら、うん、その曲流していい、あね、ね、久々ですね、ね、聞きましたね、まなちゃんも私も大好きな、そうそう、コギミュンさんでウルトラソウル、かわいい最初新曲出してほしいよね、いやそうですね、新曲を、えちなみに去年はランクインしたんですか、10位、去年いたんですか、まずなんで気づかなかった、コギミョン何位だったんだろう、コギミョンあれ終わってからハマったんだね、そうですね、結構もう順位内入れなかったんだよ、やばい、なんかあのマシーさんが送ってくれたやつ見てるんですけど、めっちゃこんな種類いるんですね、びっくり、あそう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 、90キャラいるから、お猿のモン吉とかもね、ただ今年も残念ながら新幹線は入ってません、あらららら、あ前も言ってたな、そうニャイニャイニャイニュニュニョンしてで今19分なのであと5分ぐらい、ちょっと上がります、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、さあかわいいね、相変わらず、いややばい、ね、しょっぱなからやばいですね、コギミュン太郎ね、コギミュン、そうそう、マジさん
そうミュン太郎って言うんですよ、ね、あのどういうこと、男なの、あ、調べたら、うん、リボンしてるから、うん、中性的なのかなと思ったらめっちゃ女の子だった、いやでしょ、でこれね小木ミュンね、さっき話したんだけど、うん、あのつけまつげみたいなつけてんの目の横に、かわいい、それさあの人形見た時ずれてたから、うん、あれこれどこ の, あの人たちが作ったやつかなと俺見てたの、そしたら、うん、全部ずれてんのよ左右のつけまが、だからそういうキャラデザなんだよね、それがねめちゃくちゃねあの愛おしい、ね、これは小木ミュン知らない人はぜひ曲を聴いてほしい、で喋ってるところ見てほしいよね、ミュン太郎がね、確かにもう可愛いんだよなミュン太郎ね、多分眠たそうじゃないですか、こう、あ、眠そう、うん、だから多分つけまつげしながらこうやってやっちゃって、あーずれた、そのままのところカシャってされた、しかもさね、まなちゃん、うん、小木ミュンの夢、夢、あ、待って、ちょっと待って、夢なんでした、将来の夢、将来の夢、うん、あ、そうだそうだ、めっちゃ可愛い儚い夢なんですよね、あー、うん、儚い、小麦が関係してるんだよね、そう、小麦だからって感じだね、小麦だから、うん、何かになりたいんだよ、小木ミュンは、ピンポン、はい、そばかになりたい、そばか、そばか、あの小麦か、小麦粉、ああそばに移籍したいってこと、はい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 、ああいいね、いやだやめて、白くなくなっちゃうから、あそか茶色いくすんじゃ、くすんじゃうから、そうそう、七重さんなんかありますか、パンケーキになりたい、パンケーキかわいい、かわいいね、あ、ちょつるつるに焼いてもらって、ね、正解は小木ミュンは将来おにぎりになりたい、おにぎり、おにぎりみんな好きでしょ、だから、うん、みんなに好きって言ってほしいから小木ミュンはおにぎりになりたいんです、なんと可愛らしい、そんなの温度か、で俺らも打ち抜かれるねエピソードですけどね、そうなんです、今日はそれぞれ、あ、だから何にあの投票するかは、はい、もし時間があればね、今日私まだ決めきれてない、でも なんだかんだであのキキララに入れるかな、うん、分散はさせないんですか、なんか、あ、そうだよね、分かんないけど、そうだ、グッズ買えばいいんだ、グッズ買えば投票券もう1枚もらえるか、でもマジさ、なんか買いに行ったらなかったって聞いたんですけど、あ、そう、今日投票するんですか、あのウェハースとかキャラパキってあるじゃん、うん、お菓子キャラパキあれの中に投票の合言葉が入ってるから、それをあのサンリオに、はい、送ったら、はい、1票入れられるんだけど、そうそうそう、でもね、あの同じキャラパキから2票は入れられない、キャラパキで1回っていう感じ、だから安いのでガンガン投票するっていうのはできないシステムになってんのよ、で、あの沖縄の今日からじゃん、はいはい、今日コンビニ4軒、4軒回ったんだけど、はいはいはい、4軒とも列に1個も残ってない、はい、他のアポロとか俺の大好きなアポロとか、はいはいはい、それからね、ビックリマンチョコとかずらっと並べてあんのよ、ね、はいはい、でもそこの列だけ1つもない、もう歯抜けになってた、すごい、それくらいね、やっぱりね、動いてんのよ組織票が、やばいやばいやばい、そうだからね、もう押し上げないといけないよ、まだじゃあ我々もね、うん、いやー多分ね、どっかの敵にやられてますね、さ、そのせいで、うん、やばい、エンディング、今日エンディング、いや、それが一番やばいよ、はい、もうこの話で26分終わってしまうという、ね、キティちゃんが、そうだよ、星の話キティ、下、あのキキララが月ぐらい、だから月の大きさは3475だっけ、うん、ね、ちょっともうどう失礼したけど、ね、そこの大きさがあるんだって思ったら、はい、ね、あの皆さんよりキキララ含めてサンリオが好きになるんじゃないでしょう、あ、違う違う、逆だ、逆だあのキキララが好きな人は月も好きになってください、ぜひ、ね、サンリオ好きな人は月も見て、うん、はい、キキララと同じ大きさだってね、指さしてもらえたらなと、春の月綺麗だしね、はい、霞がかかってて、そうですね、最近ね、最近新月でした、あ、でしたでした、あ、そっかそっか、すごいね、ギリギリセーフ、ギリギリ、うん、星の番組っぽい、あと何秒ぐらいある、あとですね、あと2分ぐらいあります、あ、そんなあるの、はい、あります、あります、90キャラ見た、見ました、ね、なんか私ましたけど、ちょっと気になったのが、うん、あの歯の、あの虫歯の歯の、ですね、うん、44番、あ、これね、皆さん、あの90キャラの PDF があるの存在するので、これね、あの、そうそうそう、サンリオのホームページからご覧いただけます、ね、あの1番のシナモロールから90番の花丸お化けまでね、いますけれども、
歯の虫歯のキャラがいるの、ね、いるんですよね。びっくりしました。待って53番私気になります。53番え、これ顔なくない？フレッシュパンチ、やばコップにね、ソーダ水が入ってるだけのキャラがいる。やばいやばい、何それ、すごいんだから。すごい、そういや、何でもキャラクターにしちゃうサンリオさん、ね、すごいですね。すごい、ね、懐かしいのとか、お猿のモンキシとか、俺ちっちゃい頃のねやつだし。サンリオなんだ。そう、タキシードサムとかもちっちゃい頃からいるしね。キティちゃんみたいなのがいる。61番。いちごまん、あ、これはキティちゃんなんだよ、きっと。いちごまんなんかね、あれメールで届いてたよね、いちごまんのなんか。あー、あったかも、あったかも、あったかも。そう、そっか、コスプレしてるんですよね。そう、コスプレしてるね。そう、アドがね、アドさんのキャラ。あ、そっかそっか。アドローザ・ドルマリーもいますし、うわ、いろいろいるので、ぜひ皆さん、これ季節もんですから、はい、季節も、ね、5月ですね。そうそう、イベントです。毎年この時期にやりますので、はい、もしよかったら、はい、投票をして好きなキャラにですね、はい、我々は誰を押し上げるのか、もうちょっと会議したいと思います。そうですね、はい、さあ、星のことを一言も言わないまんま今日も終わりでございます。はい、皆さん、星空大切に見てあってください。春の星空本当に綺麗です。さあ、今日もガチャガチャさせました。お時間でございます。また来週。